はい、どうも皆さんこんにちは。 GC チャンネルの大輔です。今日はですね、まあ今運転中なんですけども、まあ井上さんに急に呼び出されましてですね、何すると思います？一緒に考えましょうよ。なんだろうな、滝行かな。栃木に入りました。まあ、栃木と聞いたら皆さん何ですか？もうわかるんじゃないですか。はい、そうですね、餃子です。まあね、栃木といえば餃子、まあ、宇都宮餃子ですね。まあ、僕餃子大好きなんでね、まあ、マーさんも多分それを知ってると思うんですよ。だから多分それを知って大介にたらふく餃子を食べさせてあげようっていう、そういう企画です、今日は。はい、これで分からなきゃ何やってんだって話ですよね。そうです、餃子なんです。まもなくね、餃子焼きに行くんで、もう少し待っててくださいね。皆さん、岩船山に到着です。よいしょ。いや、着きましたね。岩船山ということはもう皆さんお分かりなんじゃないですか。いや、懐かしい。なんかね、神社の時にも一回来たんですよ、ここ。ここはもう有名なあれですね、いろいろ爆破があったりとかしてるところじゃないんですか。で、あの人どこいるんだ。マサー、あの辺とかいるんじゃないですか。マサー、あんなところにマーさんいますよ。マサー、すいません、来ました。携帯の電池が切れるところだったぞ。いやここだってコンセントないんだもん。とりあえずそっち行けばいい。じゃあとりあえず来てください。行くぞ。はい。おお、すげえ。すごいですね、やっぱまだ。飛んできたよ。最近 CG とかたくさんあるのに、こんな昭和の80年代の演出あるか。古風な演出でしたね。今日どうしたんですか。いや、今日はね、はい、この間さ、バースデーやってくれたじゃん。はい、やりました。あの、家にクリスマスプレゼント買ってもらいました。わー、すごい。すごいですね、もう。19歳か。放送当時、あの2009年だったんですけど、9歳で小学校2年生でした、僕は。はい、仮面ライダー大好きです。あの、神の牙、ジンガを見るためにちょっといろいろ準備してます。あ、ジンガ最高です。もう、あ、この子かっこいいって、なんかもうそこからドハマりしちゃって、今もうがっつりハマっちゃってます。また変身してるとこみんなで見てみたいです。お願いします。お願いします。お願いします。この仮面ライダーとガローどっちもやった身として、うん、はい、ヒーローと悪をどっちもやった身として、はい、なんか YouTube でのドラマで、うん、新しい特撮を作りたい。はあ、まあでも言ってましたよね、なんかそういうっぽいことを。一から作るってことですか。あ、一からだからノープランだよ。ノープランですもんね。うん、そういうのがかかる。そうか。例えばドラマ撮るとしたら、まあ、1話あたりやっぱりかなりお金かかりますよね。はい、あの1話あたり1ランボルギーニぐらいかかります。1ランボルギーニ。あの、某特撮はランボルギーニ、そうですね、12台ないとできませんね。まずね、もう人を集めなきゃいけないじゃないですか。うん、そうですね。企画を始める。まあ、人はなんとかなるでしょう。まあまあカメラマンはカメラを撮るんで、まあもちろん必要じゃないですか。でもカメラマンさんはなんとかなるでしょう。音響さんはどうする。お願いしに行きたい。音響さんはなんとかなるでしょう。音響さん、うん、なんとかなるでしょう。音響さん、じゃあ照明とかも必要ですね。これが夜撮ってみ、例えばあの照明さんがなかったらこのね、はい、ここ岩船山ですけど、はいはい、この山のこのディティール全く出ませんから、うん、これただの黒い壁、ね、はいはい、もう真っ黒になってますもんね。真っ黒い壁、ただのどこで撮影しても同じやんってなる。闇の中みたいな。そうスーツ着る人もいい。ちゃんとやっぱりスーツアクターさんも、はい、あのスーツに入ってるからこそ表情を出さなきゃいけないじゃないですか。うんうん、スーツって表情変わんないじゃないですか。もう形とか動きでね。そう動きだけで。スーツアクターのアクションすごいんですよ。プロですからね。台本も全部覚えますから、ね、はい、あの人たち。監督も必要ですよね。マーさんやるんですか。いや、僕はできないです。だって僕は、うん、よくねプレイングマネージャーみたいなやりますけど、はいはいはい、僕今回はやっぱ出る専門で。なるほど。そこはでもね、うん、なんか新しい風が吹くような監督さんがいいな。ほう、なんかさ、いや、旧その優勝正しい取り方もあるよ、うん、あるけど新しい企画をやるときに、うん、新しい風吹かせたいじゃん。なるほどね。大事な CG も必要になってきますよ。 CG はね、こだわりたいね。
はい、まあ、キャラデザインも作る人いるし、キャラデザインもこだわりたいね。いや、 やっぱさ、はい、これラーメンなんだよ、一杯の。これラーメンです、一杯のラーメンなんだよ、うん、で、あの麺もこだわりたいし、スープもこだわりたいし、うん、だしもこだわりたいし、うん、味玉もチャーシューも、うん、じゃあ全部こだわりたいじゃん、全部こだわり、全部なんだ、それが特撮なんだよ。なるほど、うん、だからこってりなんだよ、特撮は。あっさりじゃないんだよ、だからやっぱね、時間とお金かかる。だから大輔がやっぱりこの特撮作品、うん、新しいドラマ作品、うん、これを作っていく。ん？ちょっともう一回いいですか？ごめんなさい、最後なんいやいやいや、そうじゃん、なんかいきなり話がキュッていやいやいや、キュッてなんか折り返してきました。まずどこから始めるかって話じゃん、はいはい、大輔まずこのプロジェクトの根幹となり、はい、ね、どこまでできるか分かんない、うん、はい、このプロジェクトの根幹となるんですか。あ、そうじゃん、だから話してる。あ、なるほどなるほど。え、この時間無駄。あ、僕大黒柱、ここだから寄り付けたんだよ、視聴者さんたち、はい、果たして大輔ができるのかどうか分かんないと思うんだよ。だ、そうじゃん、もう分かるんじゃないですか。いや、普段はいろいろ編集とかしてくれてるし、はいはい、舞台でもね、かなり活躍してくれてるんですよ、はい、大輔は。僕も頑張ってます、はい、ただね、どれだけ大輔が信頼に値する人間か、クリエイティブな人間か、視聴者の方は分かってないと思う。まだ伝わってないんですか。伝えよう。かわいいよ、慣れました僕も、すっげーかわいいよ。まさにできました、できましたよ。ちょっと見てるうちに、はい、なんとなくの方向性だんだん分かってきたんだけど、はい、も俺もすっごい前の記憶だから分かんなかったけど最初、はい、たんたん分かってきた。何ですか。やりたいことがさ、ああ、なるほどなるほど、うん、まあ、とりあえずちょっとできたんで一回見てもらいましょうかね。はい、大変に大丈夫かな、2時間ぐらいかけて作りました、どうぞ。僕はひたすら待ってました。ピンクの特撮作る。これ大丈夫ですかね、怒られないですか。いや、俺が言いたいわそれ。冒頭丸さんとかに。ダメだよ。ダメだよ。大丈夫かな。僕が作りたいのはそういうことじゃないんですよ。はいはい、全く違うもの。でもどうでした、僕のこの作品は。パクリやん。パクリじゃない。パクリは誰でもできる。パクリじゃないです。できる、オマージュ、再現。再現言ってるやん。もうそれは誰でもできる。僕はでも大輔のまあものづくりのまあ演出能力っていうのはまあ置いといてもね、一番近しいし、まあ一緒にやっていくにはいいんじゃないかなと思って。マーさんが言うなら行くしかないですよね。マーさんが言うならやるしかないです。これも動画で言ったらもうこれ YouTube って全世界に広がっちゃいますからね。そうですね、もう世界に公約したってことですね。そう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 、ここに宣言します。ピンクのヒーローものを作ります。決定ということで、はい、制作決定で。よっ、ピンクのって何ですか。あ、いいとこ気づいてくれたね、はい、僕やった仮面ライダー、マゼンタ色の仮面ライダーじゃないですか。マゼンタ、はい。でもよくね、あのピンク色の仮面ライダーとか言われちゃうんですよ。まあそういう問題ありますね。あ、でね、はい、そのマゼンタとピンクって全然違うものなんですよ。全く違うものですね、はい、だ、俺もう今までもピンクじゃないマゼンダだって言ってたけど、はい、こっちはもうピンクのヒーロー、こっちこそがピンク、マゼンダじゃないピンクだ。そう、ピンクのヒーロー。なるほど、うん、分かりました。全然違うものを作るんだというね、あの僕の志のもと、やはり色から入ろうかなと思って。おほほ、あのまたタイトル仮です。もしね、あの作るにあたって、うん、いやこんな企画がいいとかこんなのがいいとか、うん、何かしらこうアイデアがありましたら、ぜひともコメント欄の方に、はい、コメントいただければ、まあ、目を通してもしかしたら反映されるかもしれませんので、ぜひとも皆さんも一緒に考えてみてください、はい、力を貸してくださいということで、はい、ピンクのヒーロー制作決定
でした。皆さんまた次を乞うご期待。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。